すいた。パパパンって入んないよ。おい、腹すいたの？ん？お腹すいたの？ねえ、もん、見て。お腹すいたの？見て、パパ。何？落とした。あ！怒られるよ。どうする？直して。直す。まず直して。なんで直さないの？なんで直さないの？めんどくさいから。めんどくさいの、うん、でも自分でやったものはちゃんと直さなきゃいけないよね。パパでもいいじゃん。なんでパパ？パパがやったんです。パパやってないでしょ。人のせいにするのが。そう。え？そう、パパ人のせいにする。いや、シナがパパのせいにしてるじゃないか。落ちないで。お前なんでそういうことするの？人の家にいる。え？人の家にいる。人の家に行ってって。なんでお前レミの真似してんのか。え？人の家にいる。人の家ってどこだよ。人の家ってどこだよ。人の家ってだからどこだよ。もっと近く。どこだよ。だからどこ。お前唾出てるよ。うん。歩いて行って。どこに行けばいいの。じゃあ行くよ。パパどこに行くの。歩いて行って。どこに行けばいいの。どこに行けばいいのって。ほらどこに行けばいいのって。どこに行けばいいの。どこに行けばいいの？うん？僕風邪ひいてんだよ。どこに行けばいいんだ？風邪ひいてるのに。風邪ひいてるのに出て行けっていうのが。どこに行けばいいのか言ったら言ってあげる。行かなくていいんでしょ？行かなくていいんでしょ？いいよ。行ってもいいよ。いや、行かないよ。行かないわ。風邪ひいてるから。やめてって。行かないからね。チナ、チナ、お前レミの真似してるだろ。やめなさい。個性がなくなる。真似しなくていいからね。行った。どこに。人の家に。バカ者が。じゃあお前人の家に連れてってやるよ。おいで、車に乗せて。じゃあパパこのお家にいてもいいよって言って。人の家に行って。じゃあ一緒に行こう。臭いで。本当に行こうとすんなよ。嘘だよ。ちな行かないよ。行く。どこに行くんだよ。知らない人の家に行くんだよ。